ワッキー貝山の夏ガチャ紹介。で、おで、それで、ちょっとこれ絶対やってるの、はい、結構子供の頃ながら、ガチャガチャって気をつけろっていうのがあって、僕は結局顔面シリーズと、顔面シリーズですけど、まずね、はい、90年初頃、ちびまる子ちゃんの消しゴムが当たったんですよ。ちびまる子ちゃんの消しゴム、結構最近ですね。もう、まだ我々にとってはね、うん、そうですよね。出てくるのはこんなでいっぱい、ちびまる子、顔だけの消しゴムですよ。顔だけが出てくる。横から見たら、平べったい。そうそう。これだけすごいですよ。カプセル入って。これカプセルに、これない。これだけ入ってるの。台数がなくて、これだけゴロンと入ってくるから。怖いね。ちっちゃい子、のぞきながら見ると、目があった瞬間、超怖いですよ。ただ、ほっとする瞬間ってこれ、はい、これ鉛筆させるんですよ、これ一応、編集キャップほんとだ、顔はほんとにちびまる子ちゃんなんだ。あ、ほんとだ、これは完璧なちびまる子ちゃんだ。はい、でね、はい、ドラえもん、みんなドラえもん好きだよね。好きですよ。星野源さんの新しい映画盛りの、しかもドラえもん、ずるずるずるきましたね、お子さんがね、はい、でね、一応当たりとね、こんなドラえもんが泣いてるドラえもんね。あ、これはまあ一応泣き顔だけど、みんなドラえもん当たるかと思うじゃないですか。はい、これ多分上がったんですね。ゴロッと出てるでしょ、ゴロッと。これここから、はい、ここからこう首だけ出てるんですよ。これ彫刻ですか。この中で何があったんですか。小学校の時にこれ俺持ってた、これなのねみたいな。やばくですかこれ。どうだった。俺昨日それ見たらこれあったと思って、一応ドラタだとは言いましたけど、はい、面白い。おこの特徴面白いわ。いや今面白い。これ15分以上やってられて、これやっぱすごいっすよね。はあ、いっぱいありますな。でまあこれはね、有名なんですけど、ただコラボレーションもあってですね、ガチャガチャ、あ、ごめんガチャガチャかな、はい、これ当時のお化けの Q 太郎を持ってしまいますね。で、これよく見ると超細いですね。一級の超細い。一級級ってね、超細くて、ただ我々見ているね、F さんのやつじゃないよね、これね。F さんじゃないよね。これ多分アクセスすげー上がるんですよ。これでもちゃんとしたお化けの Q 太郎で、それをね、色塗ってね、ちゃんとですね、はい、スーパーボール閉じ込めですよ。これ超面白い。これちょっと並べて、ほらちょっと、ほらほら、ほんとだ。大きくなっちゃうけど、大きく見えてるスーパーボールの中で、これうん、いや、これが一緒に当たるんじゃないですよ。タイムラグで当たってます。だからほんとなんか懐かしいやつがあったみたいな。あれ俺こいつの方あってやった。おいしい、おいしい、おいしい、これあるでしょ。うん、こういうことまで未だにあるのよ。へえ。これ分かります、これカエル、ね、えカエルの骨なんですよ。だからカエルが骨っていう、こういう、これをさ、最後に拾ってますよね、本当は。こっちが怖いから。うわ、怖っ、ね、俺たちが知ってるウルトラマンシリーズってあるじゃないですか。はい、ウルトラマン、ね、はい、ウルトラマンシリーズの、はい、多分このこれの部分と合体させたんですよね、はい、またいいですよ。ウルトラマンレオのお父さんは何ですか。アストラですよね、はい、アストラの骨なんですよ。これウルトラマンすごいですよ。ほらウルトラマンすごい、ウルトラマンこれ、こんな見たことある。ウルトラマンシリーズこれ、こんな骨。本当にさっきのカエルの形で顔ウルトラマン、ほらこんな恐竜の骨です。恐竜の骨ね。これ恐竜の骨はですね、なんとですね、これウルトラマンって合体するんですよね。これ恐竜の骨、恐竜の、本当だ。こういうことをして新商品を発表するんですよ、この会社は。素敵ですよね。あの子供たちそんなに盛り上がる。ほら、すごいだろ。はい、シルバニアファミリー。ああ、お姉ちゃんが集めてた。集めてた。お姉ちゃん大好きだった、シルバニアファミリー。今日お姉ちゃん連れてくればよかったわけ。今イタリアに住んでる。あ、本当。はい、これね、
これコスモスなんですよ。これ同じシルバニアファミリーなんですけど、はい、これ後ろ見るとですね、急にこのファミリー感が問われるんですよ。え、いや、シルバニアファミリー大好き。この目の前でですね、ブルーマみたいなのが、急にファミリーが増えて、なんだこいつらって。結構中気になるじゃないですか。何入ってるその中に。シルバニアファミリーでしょ。入ってるでしょ。入ってる決まってるんですか。ファミリーだからいっぱい入ってるじゃないの。おい、なんかいっぱいいる。なんかいっぱいいる。ない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 、何が入ってるこれ。お、ほらほら、え、行こうよ。ほらほら、シルバニアファミリー、ほら。誰こいつ。シルバニアファミリー、誰こいつ。で、シルバニアファミリー、はい、皆さん拍手でお願いします。いや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 、もう。何やニアファミリーなの、これ。シルバニアファミリー。シルバじゃないけど。ほら、帽子が見た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 ら、こいつ一番怖い、こいつ目が怖い、こいつだから。何ファミリーも、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 若干アダムスファミリーだよ。毎回回してもこれ、ちょっとだってしょうがないよ、こういう時とホッとするんだけど、目の前に増えるの。え、一個に1個に1体しかない。僕小さい頃こう回したけど、これもファミリーだ、これもファミリーだ、これもこれ出たって言うともういいわみたいな。いやー、これほんとだね。あげくの果てに、最後の方やったんですけど、あげくの果てに僕あの大事に入ってて、急に動物ごっこなんですよ。大事は動物ごっこなんですよ。これ何ファミリー、動物ごっこなんですよ。おかしいでしょ。いや、もうシルバニアファミリーどうでもいいんだ。どうでもいい。もうさ、動物見てて、なんか怒られ始めたんだよね。やばいなと思ったっけ。仕掛け見て動物ごっこって大事が入るんですよね。はいはいはい、この存在を出してる。ああ、でも本当大らかな素敵な時代。すごいね、この時代。本当ですよ、素敵な時代。本当に緩い時代がすごくてですね、はい、あのこっちなんかもあのまあ今クレジットカードって全部ね、あの皆さん持ったことありましたけど、そうですよね、今からやっぱ2、30年前ってクレジットカードがもう珍しくて、それをね、カプセルで消し込みしちゃったんですよ。おで、すごい大胆。これは JCB の映像なんですけど、これね、番号も名前も載ってるんですよ。俺じゃないのね、これ。これ、マジシコ、キムチさん。キムチマジコさん、知らないんだけど。大丈夫ですか、本当だ。353-0159546全部読めるんだけど、大丈夫でも、あ、それ何だろう、これバンダイから出てる。これはもうすぐです。これはあ、結構最近っぽい。そう、これバンダイは最近ですけど、ほら、今ね、いろいろと頑張れって言うんでね、はい、これこれ何がありますこれ。えこれ指相撲っていう商品。はい、四十過ぎのおっさん指相撲やってる。しかもバンダイっていう素敵なメーカーがあるんですよ、指相撲。これは首ね、これ。これはこうやって、こうやる。そうそう、こうやって、こうやって。やるんじゃないですか。こう？こうやって。あ、こうやんの？ちょっと指、一緒に指でしょ？目あるでしょ？ほんとだ。目が二つあるんですよ。ほんとだ。え、待って、僕もこうです。じゃあ最後ね、大事でちょっとね、そろそろお別れということで、寒かったんですけどね、はい、一応子供で下がった方がいいんですよ。昔が絶対すごいですよ、大事にしますけど、まずこれ取りましょうと、ね、これも皆さん知ってると思いますね、これね。はい、これですね。これすごいの、レオ。これ、ほら、世界のピストルシリーズ、銃弾を集めるやつ、弾丸が当たるんですよ。本当だ。これ、下見だぞ、これ。本物だよ、実物大事だよ。ほら、本物だよ、実物大事だよ。マジで本物じゃん。違うよ、これ。マジで思えない。世界のピストルシリーズ。これ本物でしょ。本物じゃないよ。え、これは作られたの？まあ、違うよ。それは俺は知らないだろ。ね。で、次こちら。のこれみんなで集めようっていうね。これほら、ミニゴレンジャー。みんなで集めよう。え、よし、集めよう。集めよう。集めゴレンジャー集めよう。集めよう。ピンク、いや、全部色同じこれ。これまあ、ピンク、ま全部これ一緒で全部一緒でこれ一緒で上から一緒で一緒で絵の具みたい。顔は変わったんですか。全部一緒。
なあこれ怖っ。色だけよ。あとね、あとあの運動会シーズンなんですけど、なかなかのスポーツでね、成績を収められないというと思いますね。これいいですよ。これ運動会に使おうということで、なんとですね、ガチャガチャでトロフィーが当たったんですね。あ、ねえ、これすごい嬉しいかもね。ガチャガチャで子供たちにしたらさ、今もらえない。一生懸命こう走って1位になってトロフィーじゃん。そうなの、ね、お金で払ってもらったトロフィーが嬉しい。でこいつラッキー賞は嬉しいんですよ。本当だ、いろいろあるんだ。しかも優勝賞だったんだ。これマックは優勝期だから、これ優勝期だから。野球と何、これ野球と何がある。野球とね、サッカー、これ何、これ飛び込み台、これ飛び込み台かな、分かんないけど、あとなんかゴルフみたいな。すごいな。よし、じゃあともう、あとはもう、あと柔らかいガチガチのね、来週で行きましょうね。はい、ね、はい、どこにも何度も言ってません。ね、はい、ね、いいでしょ、かわいいでしょ、ほら、ね、みんなほら、これを見てね、すごいの当たると思ってみんな回すんだよ。ね、いくぞ、あ、好きだな、これもいいだよね、ほら。あら、もう、これが当たるって。え、超出てる。ほんとだ、いいの、これ。落ち着けてて。はい。鈴入れようよ。鈴入れようよ。すごいチープな鈴入れようよなんですけど、これ多分これ、ね、加藤さんって言ってます。あー、ほんとだ。どこにも書いてませんけど。ほんとだ。リンリンしか書いてます。そうそう、左に来てください。そうそう。これが欲しくて、だからこの台紙を見て、あ、これ欲しい。もしかしてあの、ドリフのっていう。そうだった、そうだった。で、最後やっぱ、とてもすごいだと思うけど、これ、水鉄砲って、キューと一緒に見せるものだと思うよって。キューと一緒って、キューじゃなくて、キューと一緒だから。ここら辺から、ここら辺から3回始めた。3回始めたね。まあまあまあ、お化けの聞いたら多分、詳しいから、この岩は。頭から、中式だったら。で、これ一応、水鉄砲だと思って、あれ、水鉄砲だから。いや、血はこっちよ。いや、どうした、バッタ。ブルーだっけ、あの、ピンクも黄色か。恐ろしいの。で、これが、実は今日あの、次のね、あの来てくれた、福島から来てくれた方に、どう行ったら、一応彼もコレクターで、あ、そうなんですか。これの結局っぽく知らなかったんですけど、ね、かっこいい、あって、実はちょっとあの、検討していただいたもの、これちょっと見せて今日終わるということで、はい、このね、キューと一緒にリセットで遊ぼう。まあ、大体お二人がそのぐらいのサイズなんですけど、え、これが本物ってことですか。そう、うわ、知らなくて、そこ台紙があって、ちょっと初めて見てみますけど、あ、ほら、わかるこれ。ど真ん中の、多分ピーコちゃんだよね。もう、ぐちゃぐちゃでわけわかんなくなってますけど、こんな感じのこれ。ここに水入れてピュッてやるんだけど、なんか気持ち悪いよ、これね。かっぱ、いや、もう30年前ですから。ただ本当にプラスチックに型をつけてやったから、非常に珍しくて。ただ、いいですか、これを見たら、なんか欲しいよね。で、当たると、ちょっと残念なのが、皆さんは欲しくないっていうふうに言うかもしれませんけど、僕は欲しいのよ。何せ、キューと遊びたいから。ということで。はい、もうたくさん今日はね、ご紹介させていただきましたけども、はい、あっという間の1時間だったでしょうかね。どうだったでしょうか。その2人ですか、ということで、まあでもあのまだいろいろとね、あの素敵なガチャガチャがありますし、今のガチャガチャも実はこの昔のこういうガチャガチャがあってできているってこともあるので、今カプセルトイが好きっていう方はこれを知っているとよりそのガチャガチャ楽しくなると思うし、実はもうアメリカから51年前に輸入してきたっていうんですけど、中にこういう風に精密なおもちゃとかちっちゃいおもちゃ、言うてもないか、ちっちゃいおもちゃを入れましたのが日本のカルチャーなので、ぜひガチャガチャのカルチャーを東京オリンピックの頃にはより精密化して、みんなにいろいろ伝えていきたいなと思っています。皆さん、寒い中どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。